アナメさん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、ゆうちょペイってメリットあるの、使えるお店はデメリットなどということで、今回ゆうちょペイについて改めて動画にしたいと思ったんですが、まあその理由としたら、最近郵便局に行った際にゆうちょの ATM を使う機会が久しぶりにあったんですけども、その時手続きをしている最中にお待ちくださいと表示される時の液晶の画面にやたらとゆうちょペイが表示されていたので、今回は再度動画で使える店舗やメリットやデメリットなどをお伝えしていこうと思います。まあその前にキャンペーンというのが今あってて、今ゆうちょペイでは100万名様に500円、これ現金が500円もらえるキャンペーンというのをしていたりですとか、あとはゆうちょの公式ツイッターをフォローやリツイートするだけで Amazon ギフト券とか31のギフト券がもらえるキャンペーンとかもやっていますので、ぜひ下の公式のリンクを貼っていきますので、ぜひ確認してみてください。それでは早速使えるお店なんですけど、ざっとこんな感じですね。ドラッグストアだと有名どこで行くとウェルシアとかですかね。ちなみに僕が住んでる地域では該当するドラッグストアはありません。で、次に家電だとヤマダ電機とかベスト電機、ケーズ電機、エディオンとかですかね。その他氷っていうのだと、この柴田タオルっていうのはどこって思って早速ググったら、その名の通り見事にタオル屋さんでしたね。あとはこの東急スノーリゾートというところも、こちら調べたらこちらスキー場でしたね。あとは払い込み取扱表、いわゆる請求書もゆうちょペイでの支払いができるんですが、ここに書いている通り決済手数料が108円がかかるっていう場合もあるということであったりですとか、あとやり方に関しては請求書の QR コードを読み取って支払いができるということみたいですね。で、このゆうちょペイのメリットなんですけども、ここの公式のページで出てる4点ですね。即時引き落とし、使いすぎの心配なし、簡単&スピーディー、広がるサービスということで、あともう一つ僕の方で付け加えるとしたら、いわゆるキャッシュアウトですね。まだその東急電鉄しか対応してないみたいなんですけども、駅の券売機で現金を下ろすことができるサービスということなので、まあ災害時にも役に立ちますよというふうにも言われてます。ということで、最後にこのデメリットなんですけども、まあちょっとこれは僕の個人的な意見になるんですが、まあ大きく分けて4つありまして、1つ目っていうのが、まず使える店舗が非常に少ないんですよね。まあもう少しでゆうちょペイがリリースされて1ヶ月ぐらい経過するんですけども、あまりまだ使える店舗とかの進展がないなっていう印象があります。次にポイントなどの特典がないということで、他の企業と違って、まあ、ゆうちょペイが提供しているからあまり大きな期待はしてないんですけども、もう少しこうユーザー目線でちょっとしたポイントとかあると、またお店行こうかなっていうふうに思うのではないのかなというふうに思います。で、この3つ目がゆうちょの残高が見れないということで、まあせっかくね、紐付けしてなら、できればゆうちょペイで、まあ、残高が見れるようになったら助かるなというふうに思いました。あと最後4つ目、ワクワクしないっていうもうこれ僕の個人的なもうなんか意見になってしまうんですけども、まあ年齢層が高い方たちをターゲットにしているみたいなことを以前動画でもお伝えしたんですけども、なんかこうワクワクしないんですよね。よっしゃ、ゆうちょペイ来たっていう風にもなんないっていう、まあもうそれも、まあ他のペイペイとかラインペイとかと見ると結構本気で、まあキャンペーンとかも勝負してきてるので、まあせっかくね、まるまるペイっていう、今回はゆうちょペイっていうサービスを開始するなら、もう本気で来てほしいなという風に思いました。まあ僕は密かに期待はしておくんですけどね。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。今回ゆうちょペイの使えるお店やメリットデメリットについてお伝えをさせていただきました。今回の内容はもう先ほどもお伝えしたように僕個人で思うことでもあるので、まあぜひですね、皆さんのゆうちょペイについての意見などがあればコメントなどいただけると嬉しいです。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターのフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。